ば、邪魔でます。邪魔でます。邪魔でございます。おー、イエー。ということで、ロナウジンや。ララララアムアムアム。マイクアムアムアム。来ましたよ。ゲットしないかんやろと。まあ、前、ん？いつ出たっけ、この前で、ロナウジンや出たときは。ちょっとコンディション安定度が低くて。これじゃあちょっと安心してベンチには入れられんなということで使ってませんでしたが、今作は、まあ、フリット、まあ、フリットはそのなんかあのオーウェンとかねデルピエロとかマジで使えるやついるからちょっと期待して、課金ボンバーパーパー行きましょうということで、コメントをまず読みましょうね。レジェンドロナウジーニョ、はい、サマボーさん、60インチのテレビでしてるんですけど大きさでそんなに変わるんですかということで、まあもちろん変わるんですよね。まあ なんだろうな、この例えが合ってるか分かんないけど、時速100キロで走ってる車をさ、100メートル離れたとこから横にビュッて100キロ走ってる車を見るのと、間近でさ目の前ビュッて車100キロで走られるのじゃスピードの体感速度が違うと思うんですよ。そういう意味で言えば、ゲームの中で落ち着いてやるためには、で状況判断するにはゆっくりと見た方がいい。まあその感じで、でかいとね、まあもちろん距離よ、距離によるよ、テレビの距離によるけど、でかいとこう、ただ同じ位置でね、例えば俺ね、今までマックスで60インチぐらいのテレビでやったことあるかな、それと普通の24インチのモニターでやると、距離、テレビから自分の距離一緒だとしたら、これが目線24だとこっからこうで目線で終えるところを、60インチだとこっからこうみたいな感じで、もう首もねこうやって動かさなきゃいけなくて、で首動かすってことはもうここ見れてないし、単純に首をもう細かいことまで言うと首を動かすこの動きも技術に入ってくるからめんどくさいです。プラス大会ではだいたい24インチなんで、その24インチに慣れて大会に出た時に、まあ家にいる時と同じようにできるっていうのは大事ですね。他にもね、コメントいっぱいありました。マヤゲカさんの方が、大体のコメントがね、マヤゲカさんの方が参考になるということで、まあそりゃそうかと、結果が違うからね。ただ俺はね、まあじゃあマヤゲカさんの真似をするのかって言われたら結構微妙かなみたいな。俺の方がね、メリットもデメリットもあると。マヤゲカさんは一つのことをすごく見るけど、周りは俺の方、俺より見えてないと思う。で俺は周りをいっぱい見えるけど、そのパッ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 って視点を切り替えるから、こっち見て、こっち見てるときこっちちょっとおざなりみたいなとか、選手の動きの形とか足が出る距離とかまではっきり把握してないから、単純にそこを把握できるようになれば、マヤゲカさんよりたくさん情報を収集して正確、選択肢がいっぱいねあるのかなと思うんで、もうちょっとこう極めていけばマヤゲカ声があるんじゃないかと思って、まあマヤゲカさんの真似をするっていうよりは、まあ、自分のね視野の置き方の反省点っていうのが分かったから、まあ、それでいいかなという感じですということで、まあ、ガチャに行きましょう。ロナウジーニョ・ガウーショ、ガウーショっていうんだね。アンドレイ・イニエスタ、こう、まあ、バルサをさよならするということで、まあ、黒はこの辺かで、125分の1です。125だから、まあ全部最後まで引けなかったら、2万3万ぐらいいきますね。3万ぐらい分取られることになりますけど、まあ、なんとかそれを回避していきたいと。でまあ枠はいっぱいありますから、枠の拡張はないですけど、単純にこれ 1.4% 引くの鬼っていうところですね。 1.4% 引いた後さらに4分の1なのかな。まあちょっとロナウジーノの方が確率低そうだけど、その辺がどうなっていくのか。マウリシオ、ちょっと今日メンテがね、今もう7時なんだけど、え今日メンテさ予定いつまでだって俺見てないんだけど、だいたい5時ぐらいに終わるじゃんいつも。まあ今日はでもアップデートが入ったから、アップデートがパッチが入ったから、もしかしたら長くなったのかな。でもあれでしょ、基本的にはゲームの仕様は変わらずに、まあバグ修正とフェイスの更新か、そんぐらいですかね。来てくれロナウジーニョ、ちょっとね夢があるよねロナウジーニョ。ロナウジーニョとさ、例えば失礼しました、メッシとかロナウド、例えば比べた時に、もしかしたら、まあ、選手のねその活躍してる期間もちょっとロナウジーニョが多分短いから何とも言えんけど、ロナウドとかの方が勝利数とか多いかもしれないし、まあ、勝利数っていうか勝率
自分が加わったチームの勝率とかは高いかもしれないし、ゴール数も多いかもしれないけど、まあ、メッシもそうだけどね、あんなにやっぱ楽しそうにサッカーしてて、なおかつこう上手いっていうやつを見たことないから、俺はやっぱ相当余裕があったから、楽しむ余裕があったってことだよね。やっぱみんなさ、極限の状態でこれ集中、ここの一本パス集中とか、こいつどうにか抜いてやるとかさ、逆に守ってやるっていう時にやっぱ真剣な顔してさ、ミスがないよねみたいな感じになるわけじゃん。でもなんかロナウジーニはさ、なんかどうやって抜いてやろうかなっていうのがすごい楽しみみたいな、そこのやっぱ技術的な余裕があったのか分かんないけど、身体的な余裕なのか、そこがねやっぱり見てる方は楽しかったし、花があるというか、きらびあんなブサイクなのにポニーテールのおかげなのか、すごくきらびやかに見えました、僕も当時の僕にはね。その選手がまあ保有できるっていうのもそうだし、まあ、試合でね強かったらなおかつずっと使えるからテンション上がりますわな。ゲット、必ずゲットですね、僕の中ではロナウジーニョ。まあ今までのレジェンドも結構ゲットしてきましたけども、あ、来た、あれ、スパイクスパイクスパイク、ふざけんなマジで、誰だっけ、誰がいるんだっけ、指定権よう来るよな、どうなん指定権。いやまあいらんけどね、正直もうあと下手したら10年ぐらいはクルトワが一番強いっていう状況が、まあ、ゲームの中ではねあるんじゃないかと思います。クルトワがもし怪我とかなんか調子いきなり悪くするみたいなことがなければ、やっぱゲームにおいてあんだけ身長が高いってかなり有利だからね。指定権な、199だっけクルトワ、鬼だよねマジで、届くんだもん。デュロール、もうとにかくロナウジーニョ、なんだろうね、顔めっちゃブサイクじゃん。ロナウドの方がめちゃめちゃかっこいいじゃん。でメッシもそんなめっちゃイケメンって感じじゃないけど、まあ、ロナウジーニョに比べたらめっちゃイケメンじゃん。関係ないぐらいな、いやもうスターがあんな輝いてるのすごいね、やっぱね、体つきもねそんなにかっこよくないっていうか、なんか撫で型でね、多分足もそんなに長くなくて、なんならこう、なんて言うんだろう、ホンダに近いというか、こう胴体が一枚の板みたいな感じで、なんて言えばいいんだろうな、なんて言うんだろう、畳みたいなっていうか、なんて言えばいいのかな、わかんないけど、あ、まあ、スタイルもあんまかっこよくないんだよ多分。もしかしたらあれがそのサッカーに適した、もう本当にね、あのイグアナみたいな形ですね、体とか顔も含め、あれがサッカーに適してたのかな。でしかもなんかさ、足技とかさ、テクニックとかそっちに目行きがちだけど、全盛期のロナウジーニョマジでフィジカル強いからね、あんだけさテクニックでこう相手翻弄してさ、じゃあちょっと体ぶつけて潰しやるって言った時に、それに耐える跳ね返すフィジカルがあるっていうのは、もうディフェンダーからしたらお手上げだ。でシュートもうまいしね、パスとかパスセンスもあるし、まあやっぱちょっと遊び人だったっていう性格が問題だったのかなみたいな。一回若手のメッシとさ、ロナウジーニョがバルサの時にあんま仲良くしすぎてやべえみたいになってたよね。結構メッシっていきなりタトゥー入れたりとかさ、サッカー以外のことあんま興味ないからか、ボーン人の意見採用する時あるからな。そんな感じでちょっとロナウジーニョに影響されてクラブとかで遊び出したみたいな行動とかがあって、まあもしかしたらガセネタかもしれないけど、結構僕はもうメッシはちょっとその当時やばいって思ってたからさ、ロナウジーニョも好きだったけど、そっちじゃないんじゃねえかみたいな、お前はもっとサッカーをこう球道していけみたいな、メッシに対して思いましたけど、そのロナウジーニョはね、まあやっぱその時はね、まあロナウジーニョ、結果ロナウジーニョを離してですね、メッシはこうやってすくすく育って、もう今ではもう唯一無二の世界ナンバーワンみたいな、まあロナウドとどっちって言われることあるけど、僕の中ではねメッシがナンバーワンだと思うんですけど、そのメッシ、成長しきったメッシにチャマンチェスターで合流と、それはドラマがある、ストーリーがある、これは取らなきゃいけない。でもうねやっぱ全盛期の、いつのロナウジーニョ来るんだろうこれ。てかロナウジーニョの全盛期っていうのはバルサでいいのかな。あの まあ、バルサの時が一番活躍してたけど、チームも強いしね、スポットライトも浴びやすいビッグクラブなんで、
おっと、うわ怪しいな。いやこれ来ないかな。フランク・ケシエね、顔が好きですもん。フランク・ケシエの試合では一回も使ったことありませんし、使う気もさらさらないですけど、能力見て顔が好きです。黒があと3個だっけ、4個だっけ。早く来ねえかな。ロナウジーニョあと3個だね。 1.4%。 あ、能力見てないね俺ね。能力見よう。そうそう、コンディション安定度、コンディション安定度見ないと。オマル・アルソマ3人の名前くっつけたみたいな名前だね、ほんとね。名字本、なんか名字下の名前って感じしなかった。オフェンスセンス86、ボールコントロール91、ドリブル92、グラウンダーパス87、フライパス90、決定力87、いいね。プレスキック90、カーブ89、キック力は80、低いね。スピード82、あ、そんなに足は速くない。瞬発力は91、あ、ボディコン92、これだろうね。フィジカルコンタクトは79で、まあ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 って感じ。そんな低くもない。ディフェンスとジャンプはヘディングもダメだねみたいな。スタミナ81、コンディション安定度6か、まあ、6あればみたいなとこだよね。これせっかくならこのスキルをさ、ロナウジーニョしか持ってないスキルみたいなのをなんか追加してくれたらね。デルピエロもそうだけど、デルピエロのとこコントロールカーブじゃなくてデルピエロゾーンみたいな書いてあったけどさ、画面のね、応援だったワンダーボーイみたいなさ、スーパーサブのもう一個上の能力みたいな、なんか起こしてくれる少年だよみたいな、なんかあればまたレジェンドのね、総合値とは違う現役とレジェンドっていうところでなんかこう差別化ができるのかなっていう 気もするけど、まあでも応援もデルビも普通に使ってうまいからね、まあ、総合値って多分ね、コナミさんは総合値で差をつけてはいると思うんだけど、正直分かりにくいよね、やってる側からしたら。パッと見だから応援とかデルピエロとかさ、根幹の軌道が人と違うとか、あんだけ速くて強くて 細かいで決定力も高いラインブレーカーがいないみたいな、そういうところで、あ、オーウェン強い、デルピエロ強いってのが分かるかもしれないけど、もしかしたらフリットとかもさ、フリットはあのポジションで守備力というか、あれが守備力があんだけあるのはすごいとか思うけど、なんかもうちょっと分かりやすくね、なんかもうちょっと分かりやすく使う前にもこいつは強いって思わせないとやっぱ課金はしないからね。使ってみて、ああ強いだと。応援とかもそうだしね、使うまでは正直、あ、ぶっちゃけレジェンドだしみたいな、そんなことないでしょって思ってたけど、使ってみたらやっぱ強かった。そこをやっぱもう総合値見てね、いやこれは取らなきゃいけないでしょって思わせないといけないの。はい、ロナウジーニョがまあいつ来るか分かりませんがね、ユカ・デューニですね。ユカ・デューニュ、これもうあれだね、もう7時だし、今更こんな、なんか俺結構この時間になったらメンテとかでさ遅くなると焦るんだよね。普通だったら5時にメンテ終わるから、そっからやりだして今週のチャマンチェスターかガチャかって、で収録がな、まあガチャしたとしても大体30分で、1試合したとしたらまあ20分ぐらいだから、まあそんぐらい撮影終わって5時半でしょ、で編集して書き出して6時ぐらいで YouTube 公開準備があるから、まあ6時半かとか思うんだけど、もう今からやりだしたらもう9時とかなっちゃうから、逆にもう全部入れちゃうか。もう今俺3万円ねクレジットカード入れてきたんだけど、ロナウジーニョが当たるまでやるか、それでもいいかもしんないね。で早送りして、早送りする、長くする、長くするっていうか尺長くしてもあんま意味ないか。まあ1本の20分ぐらいにまとめられる動画にして、それやったところでもうみんながいっぱい見てくれるかって言ったらどうなんだろうね。でもたまにね、あのロナウジーニョが、あ、ロナウジーニョガチャ来たぞみたいな感じで例えばね動画出すじゃん。でいつもの俺のパターンだと、まあ1万円1本、1本の撮影につき1万円ぐらい使って、まあ当たりました、当たったら当たったでやっただし、当たんなかったって言ったらまあ2本目に続きますって感じなんだけど、そういうね、に当たりませんでした、2本目へ続きますって言ったら釣られたみたいな感じで怒る人もいるの。それでも俺別になんかオーウェンゲットみたいな感じはのサムネにはしてないんだけど、ゲットしてやるみたいなことは言ってんだけどね。そこで釣られたって言われる悲しみがね俺はあるから、
結構コメント欄とか見てると、お前嘘つくなとか怒ってる人ってね、大概ね動画をちゃんと見てないとか、サムネイルをふわっとしか見てなくて釣られたと勝手に勘違いするみたいな。自分が期待してその内容じゃなかったらなんか騙されたと思って怒ってる人もいるから、でもそういう人がいるっていうのを前提に僕は動画を出さなきゃいけないので、今度からガチャの動画1本にして、もう当たるまで引くとかの方がいいのかなとかも思いつつ、まあでも別に人によってはさ、俺がいっぱい金を使って当たんない様が好きっていう人もいるから、どっちやねんっていうね、どっちやねんちゃうなっていうのは正直、去年ぐらいはそっちだと思ってた、みんな当たらないのがおもろいんだろうと思って、当たるのが面白いっていう人は別にわかるじゃん、当てりゃいいんだから楽だから、こっちからしたら。だけど当たんない人が当たんない様が面白い人がいるっていうのは逆にこっちとしてもありがたいというかさ、やっぱ早く当てなきゃ早く当てなきゃと思って撮ってるからね。だから当たんない様が面白いっていう人は逆にありがたいから、去年まではわざと当たんないのをオーバーリアクションで悔しがって、ふざけんじゃねえっつってキレてましたね。ふざけとけたらそしたらお前が課金してんだから、なんだろう、あ、おかっ、お姉ちゃん、お姉ちゃんから、そう、あの全然関係ない話なんだけど、昨日アマゾンで任天堂ラボって言って任天堂スイッチのさ、なんか段ボールでなんかロボットの形作ったりしてさ、任天堂そこに任天堂スイッチなんか入れたらなんかロボットになれるみたいな、なんかもうなんて言えばいいのかな、ピアノのさ段ボールでピアノ作ったらそれになんか任天堂スイッチ入れたらさピアノの音が鳴るみたいなさあるんだけど、それをね姪っ子に送りまして、それがまだ送ったんだけどさ、俺アマゾンで送って、でお姉ちゃんの名前とか住所で送ったの、お姉ちゃんとかその姪っ子の名前、じゃ送り主が普通に俺になるのかアマゾンになるのか分かんなくてさ、だからもしかしたら変なやつからいきなりなんか送ってきたぞって言ったらさ怖いじゃんお姉ちゃん、だから一応サプライズ、最初はサプライズで送ってあげようと思ったんだけど、送ったからねっていうのを今連絡したら、はい、ありがとう、まあ軽めのね、もっと喜んでもいいんじゃねえかとは思うけど、928円ですね残り、当たりませんね、何の話してんだ俺は、もう行くかこれ、もう今日は動画遅くなると思いますけど当てるまでやりますみたいな、当てるまでやりますもね、だるいんだよね、なんでかっていう編集もちろんだるいし、その読み込む撮影時間が長くなればなるほど撮影のデータでかくなるから、そのもうね編集でね一番うんざりすんのがね、やっぱ編集、細かい編集作業とかじゃなくて、あのデータを読み込んでる時、例えば毎日さ俺上げてる動画20分ぐらいでしょ確か、あれでね多分ね読み込みでゲームの映像がだいたい8ギガくらいあるのかな確か、で、顔の映像、これ結構いいカメラで使ってるから、なんでお前の顔をね高画質で映そうとしてるんだっていうお叱りの声は聞こえてきそうですけど、結構いいカメラだから12ギガとかになるのかな、そしたらねほんと読み込みだけでね20分ぐらいかかる、で書き出しにも20分ぐらいかかる、そんなことしてたらさもう読み、もうその間前後、編集の前後の20分ぐらいもうこうよ、こんな顔してずーっともう天井とかさこう壁の模様を目でこう追って、それしかできない、それがもうめんどくさい、それがまだもううるさいぞ携帯のくせに、これがまあ例えば当たるまで1本で大体どんぐらいで今どんぐらい今撮影してるんだろうね、13、19分でしょ、だから1時間撮るわけじゃん、3万円使ったとしたら1時間、アンドレ・アユー今こんな顔なんだ、でもよく考えたらアンドレ・アユーの顔俺知らんな、ゲームの中でしか見たことなかったから、1時間って言ったらすごいよ多分、それこそもう読み込み書き出しに40分50分60分かかるんじゃない、うん、ヤスパー氏ですね、来るのかな、この1万円で来なかったら結構やだね、え、でもあと20回引けるんだっけ、あれ1万2000円でしょ、1万2000円を1万2000円を選択で1万2000円手に入って割る250は48回、
あ、じゃあほぼ来るんじゃない、この、この1万円で。3万円なんてかかんないね。あ、例のって顔かっこいいな、実物。そうだね。あ、でも全然か。50、58、10回だから、あと1000円、1万1000円ぐらいかかるね。あと1000円は追加で入れなきゃいけないかもしれない。もうこできればもうこの 1万円でね、コナミさんお願いしますよってとこだけど、なかなかあちらも商売ですから。やっぱね、でもこんだけ課金すれば来作ライセンスが増えてんじゃねえかなと思ってちょっと期待してはいるけどね。オナタンビエラ、ガビゴルかと思ったけど、ガビゴルっぽかったよね今の人。あ、でも、あ、俺でも GP が結構あるからそれで引けばいいのか。36万だから36回引けるじゃん。え、1回ってか、一旦 GP にすればよかったね。もしかしたら36回引いたら全然あるんじゃない。 GP で引いてみようか。正直枠も増やす必要ないし、スカウトももうそんなね、どうしても欲しい選手とかいないから。アドリアン・コンティ、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。